はい、皆さんこんにちは、ワンダルグループです。では今回は信長の予防大使、久しぶりにねやっていきたいと思います。ちょうど今大河ドラマでは麒麟が来る明智光秀でやってますけども、まあ序盤はね、この斎藤家道さんの元での若かりし頃の光秀がまあ描かれている状態が今の麒麟が来るだと思うんですけども、ちょっと今回はですね、その道さんから少し時代をまあ送ってですね、斎藤義達、麒麟が来るの中では高政、伊藤秀明さんが演じられているこの斎藤義達でプレイをしていきたいと思います。で、実はですね、この信長の野望の中だと光秀はこの時代二条御所で浪人をしている状態になっていましたので、武将編集で稲葉山城に移動させて、で所属は変更できないので、すぐに登用コマンドを打ったという状態から始めるので、実質、時間は全く進めてない状態になります。では始めていきましょう。まあ、道さんはね、一時信長との講和というか、まあ、信長と結んで勢力をね、伸ばしていこうとした節もあるようなんですが、高政はどうなんだというと、信長とは敵対関係にあったというのもありますので、今回はですね、まずは信長を打ち倒そうじゃないかというふうに思っています。と同時に外交ですね。そうだな、まあ、六角は味方につけておくにせよ。信玄は新勝上限まで金を使いましょう。さすがよ、光秀。武将自体のね、質量は、斎藤道さんから優秀な武将を引き継いでいるので、悪くはないですよね。そしたら、吉本にも、新勝上限まで持っていこう。ここも半兵衛を持っていく。かしこまりました。じゃあちょっと武将一覧から簡単に見ていきますか。この、斎藤家。全然ね、悪くはないんですよ。武将。これ今、斎藤家の一覧ですね。統率で、一旦、相当かけると、まあ、光秀、雇ったばっかりなんで、忠誠はかなり低いですが、統率95、武勇85、知略90、内政92、外政93、これはね、トップクラスですね、やっぱり。で、さらに、半兵衛。半兵衛も、これ、知略99がトップクラス。あとは斎藤利光。このあたりは紛れもなく優秀武将ですね。で、その他で言うと、一徹とか、あとはそうだな、美濃三二州、森綱なんかも揃ってるので、決して弱くはないですね。あと前田源義なんかも内政外政強い武将入ってますんで、これらの武将をうまく使いながら、立ち向かっていこうかなというふうに思っています。当面の敵は、まずは信長だな。信長を下し、伊勢長島へ攻め込んでいこう。これが当面の狙いになるかな。本願寺とことを構えてでも、やっぱり伊勢、尾張、このあたりは手に入れましょう。で、さらに、信長と結ぶ小谷、近江の浅井、ここもね、最初のターゲッティングとして検討していきたいなというふうに思います。それにしてもすごく久しぶりの信長の野望なんで、セオリーを忘れちゃったんだけど、最初にやっとくのは歩兵かな、商業かな、まあ商業だよね。商業だった気がする。そしたら、美濃に進出。金を貯めましょう。で、開発。だよね。国境付近とかに何を建てたらよかったのかっていう、準検所確かに必要だった気がする。兵数上限アップ。ただこれそうか、自分の兵数上限アップだもんね。どうなんだろう、これでいいのかな最初。もうすっかり忘れちゃったな。それか、熟府系か。いや、でも、準検所をひたすら立ててた気するな。信長とこの先戦闘になることを視野に入れて。かしこまりました。この辺りに立てよう。で、自分だけ動員できる兵力を上げていくという算段ですね。あとは、歩兵かな。稲葉山城で歩兵だ。歩兵を増やす。足からも。序盤で一気に、信長との蹴りをつけたいので、増やしていきましょう。
あとお金があるうちに開発をやっておくか回収をやっておくか、まあ、そのあたりかな。恩賞を与えておこうか。光秀、まあ半兵衛、このあたりは絶対に裏切られたくないので片付けなし、コビを売っておきましょう。ではちょっと一旦進めましょうか。でこの後キヨス犬山と攻め込んでいきましょう。まともにぶつかれば勝てる相手だとは思うんですけどね。桶狭間の戦いか。これ久しぶりなんでちょっと見ていきましょうか。では桶狭間の戦い見ていきます。ここで出てくる酒井忠次は晩年秀吉の方につきますよね。まあ、それが家康の指示だったのかどうかっていうのは今でも定かではないようですが。
報告いたします、はい。ではイベントを見ていただきました。そうか、桶狭間合戦があったので、ここまた関係も変わってきますよね。味方に引き入れるのであれば先に、そうだな、家康かな。刈谷城の水野元信であれば、やっぱり岡崎、吉田、長篠城を待つ家康に使者を送っておこう。まあ新書上限まで一気に押し上げる。原因に任せよう。外政の手腕ね、承知いたしました。しっかり見せてもらいます。で、我々はというと、信長を打倒しなくてはいけないので、早速信長打倒の兵を挙げていきましょうか。ちょっとタイミング的に早い遅いというのはあると思うんですが、少しでも早い方がここはいいんじゃないかなと思うので、一旦宣戦を布告してみよう。いずれ宣戦布告しなきゃいけない相手ですからね。我が部狂わせてもらおう。で、水野、松平、両家が助立ちいたす。信長につくと。で、我々は六角のみか。ここは早速出陣して、まずはそうだな、犬山城を人のみにしますか。義辰自ら信長の居城、ここを攻めよう。部隊編成ですが、光秀が700、いやー数で押し切るにしてはちょっと心もとないな。もう少し A の数増やそう。マックスで出撃するべきだろう。ここは義辰もね、能力的には決して悪くはないですからね。ここはもうマックスベッド。兵7000で出陣していきます。後に続け。ちょうど美濃攻略の信長のイベントが始まりましたね。
さあ、出陣はもう止められませんので、このまま一気に押し切りましょう。さて、朝倉と足利が戦うのか、若さの武田と浅井、結果的に朝倉と味方することになるものの、一度、浅井とはことを構えたくないので、浅井側につきましょう。強い。信長ここで7300の兵を集めるのか。さすがよ。我が強行。さらに清須同盟やるな。信長の方はイベントでどんどん強化されていくね。この辺りは信長の動きだな。報告いたします。家康との親善は断ってきたと。先月の終始です。いうことはもう敵対するのは明白。ご命令を。信長の動きはどうなっている。信長は清洲城に向かって進軍してくるわけだな。ってことはこれを迎え撃たねばならないわけだ。しんどい戦いになるな。一度全部隊の囲みを解きましょう。全軍を持って戦います。まあ稲葉山城の囲みを解くとせっかく包囲してるのが解けてしまうと思うんですけど、まだ1日しか経っていないのであまり意味はない。であればここは全軍を持って信長を打ち倒すと。さあ、この采配どうなるか。これで決まるな。信長の部隊は7305部隊。一方、我々は7009部隊。部隊では上回っているものの、兵数は互角ということは、一部隊一部隊の数は我々も少ないということになるので、ちょっとうまく振る舞わないと、やられる可能性がありますね。ただ、先にこちらの方が、布陣しているので。わあ、この辺りも懐かしいな。鉄砲水。鉄砲水だな。鉄砲水配置。さらに。いやー、確実に敵の数を減らしたいからな。となると、泥沼。いや、マイビだな。確実に数を減らしたい。さらに鉄砲ミスで、ここで改めて軍施設。信
この市場はいない、あっても意味がないので、攻撃力上昇。あとは参りを配置しておく。これでどうだ。で、位置を変更していきます。足の速い牙は横に避けておいて、鉄砲隊は、はい、前面にはね、こんな感じでいこうか。確実に勝ちに行きたいので、ここは。後に続け。作戦はね、さっき言ったように、こちらの罠に敵を引き込んでいきたいので、後ろへ後ろへと下がります。早速ちょっと弱気な戦術にはなりますが、ゲチを始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。覚悟してもらおう。鉄砲隊は三井でのみだな。ゲチを覚悟せよ。覚悟せよ。ゲチを始めるぞ。前線に、はい、お覚悟願います。押し一、いや違うな、一鉄を横に配備して敵の後ろをつけるようにしましょう。これで時間を進める。まずは敵の数をこちらよりも減らしたい罠でね。秀吉が引っかかったな。逃さぬ。ご命令をお覚悟願います。始めるぞ。ご命令を。覚悟は良いか。始めるぞ。さらに鉄砲水、庭長秀吉鉄砲水。ゲチよ、お覚悟願います。ここには敵の本体がいるな。ここは一旦下がりましょう。ゲチ覚悟せよ。どっから敵を追ってきてるんだ。足軽隊、秀吉があそこだな。10年埋伏、あなたに見切れますか。足軽隊、踏ん張れ。ご命令ください。ここは秀吉隊を潰しちゃいましょう。ご命令を。ゲチを。今こそ雌雄を決する時。かかれ。隙を見せたな。よし、深追いはしない。ご命令を。ゲチを。覚悟しろ。始めるぞ。お覚悟願います。深追いはしないぞ。敵の居場所が知れました。始めるぞ。やりたい前へ。やりたい。信長がどっかにいるはずなんだよ。勝てるとでも思ったか。ゲチを始めましょうか。ここにいるのが信長じゃないかなと思うんですけどね。おい、始めるぞ。覚悟せよ。覚悟は良いか。始めましょうか。始めましょうか。ゲチ、始めよう。やりたい前へ。やりたい前へ。いたね、信長がここにいる。いかん。森吉成隊か、強力だが、ここは鉄砲水で一気に森隊も撃破しよう。
命令ください。始めるぞ。覚悟は良いか。ゲチよ、お覚悟願います。信長がもうちょっとこちらに入ってくるようであれば、信長隊をね狙っていくというのがいいんですけどね。これほどとやりたい。はい、このままでは。ここは一旦突撃で仕留めよう。森吉成隊を壊滅させる。食らわせてくれるわ。足軽隊踏ん張れ。かかれ。よし、我らが破れる。そしたらここで総勢に向かいましょう。まずは秀吉隊を叩く。でその途中に現れるであろう信長も一気に潰しに行きましょう。始めよう。で斉藤利光隊で、あとは一徹隊で敵を食い止めます。ゲチ覚悟しろ。始めるぞ。容赦せぬぞ。ご命令ください。覚悟しろ。ご命令を。始めるぞ。容赦せぬぞ。かかれ。よし、一徹隊が敵をしっかり引きつけてくれてる間に信長の本陣を狙う。かかれ。叩き潰せ。奈落か。叩き潰せ。参る。始めるぞ。始めるぞ。かかれ。参る。始めるぞ。覚悟してもらおう。よし、前手に引っかかった。こちらも予定通りにここまでは進んでね。そしたら全軍で信長の本陣に攻撃目標を切り替えましょう。覚悟せよ。容赦せぬぞ。ゲチ始めよう。容赦せぬぞ。参る。始めるぞ。やりたい前へ。やりたい前へ。さあ今更逃げ散らかしても遅いぞ。前へ。今は引くぞ。一徹隊が壊滅したけど、ここは予定通り行きましょう。やりたい前へ。よし、関連も来てるね。今孔明を使おう。逃げないのなら仕方ありませんね。かかれ。容赦せぬぞ。よし、信長の本陣をこれで叩き潰しましたね。修羅となりて敵を焼き尽くす。これでも信長ね、一瞬にして壊滅しないあたりさすがだよ。これが破れると。よし、残った3000の兵をまとめて清洲城を攻めましょう。3000で清洲が落とせるかというのはあるけどね。戦に勝つが物の負の役目よ。行くぞ。これで清洲城を取ったら犬山城が残るの。刈谷城にも兵は入っていない。であれば犬山城まで一気に取ってしまって、犬山清洲を我が領土として鳴海城攻めに専念しますか。よし、清洲城落とした。負けてやるわけにはいかぬ。成政、おー、スケーモンを捕まえたか。いいね。まあ、刑事、堀尾義治、俊久。まあ、逃げられた武将も多いが、成政と助右衛門だけでも捕らえただけよしとしよう。残りは、そうだな、全員逃がすか。前田刑事とかはね、この先、
仲間にしたいからな。悪いな。はい、というわけで今回はね、まずは信長の居城清洲城を攻撃しました。次回はですね、このまま犬山城攻めを敢行して一気に信長の勢力をね、削っておきたいかなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。